こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はアマゾン輸出に初心者が自力で取り組んでも稼げないわけ、まあこのね、稼ぎやすいアマゾンなんですけど、まあ、そうは言っても海外のサービス、まあ、海外のサービスをね、使うにはコツがいります。で、基本的に日本でしか暮らしたことない人が海外のサービスをうまく使うっていうのはね、ちょっと難しいのかなというふうに思います。まあ、そのね、どういう難しさがあるのか、まあ、それを今回ね、ポルトガルを旅行中に、まあ、体験したこと、これをもとにね、ちょっと海外の、まあ、サービス提供者とか分かんない時に教えてくれる人たちっていうのはね、どういう人なのかというのに、ついてお話したいと思います。まずね、私は今ポルトガルにいます。で、ポルトガルをね、旅行中なんですけど、バスで移動しましたね。電車が通ってない、ナザレっていうね、田舎のリゾートというかね、サーフィンなんかやる人は、世界最高記録の波が来たことがある場所というのでね、有名なんですけど、まあ、元いそのバスでナザレという場所にね、ポルトから向かいました。でね、チケット買ったんですけど、バスのチケットにね、乗り場どこって書いてないですね。ポルトからナザレに行きますって書いてあるんですけど、ポルトのどっからバス出ますってのはね、驚いたことに書いてないです。で、まあどうせね、問い合わせても、まあ返事来ねえだろうなと思いつつ、まあ念のため、バス会社に問い合わせてしても返事ありませんでした。でね、Google、ね、Google で、検索しました、Google マップね。で、マップで検索すると、なんと3箇所出てくると、ね、どこが乗り場かわかんない。ね、で、その3箇所のうち1箇所は、ここバス乗り場じゃねえよと、バスたくさん並んでんですけどね、おかげでバス乗れなかったっていう怒りのコメントがありました。で、しょうがないんでね、じゃあ、Airbnb に泊まったんで、Airbnb のホストにね、聞きました。バス乗り場どこだかわかりますかっていうふうに聞きました。まあ、するとね、一応その3箇所、ね、自分でここだと思う3箇所を、このうちどこでしょうという質問をしたんですけど、あ、それどこ行ってもね、バス乗れるよっていう話でした。あ、どこ行っても乗れるんだって、3箇所回ってからリムジンバスみたく出発するんだなと思ってですね。で、どこが始発か分かりますかと言ったらね、その一番上に書いてあるとこは始発だよとね、微塵のね、なんですか、揺るぎない自信で答えてくれました。で、当然私もね、まあそこがバス乗る場所なんだろうということで、翌日、ウーバーで向かいました。で、念のためね、ウーバーの人にもバス乗り場って言ったら、ああ、バス乗り場ねって言って、何の疑いもなく、そのバス乗り場に行ったところが、ね、実はそこ、バス乗り場、移動しちゃった後だったんですね。で、移動してるにもかかわらず、そのバス乗り場の目の前のタクシー乗り場のタクシーもね、そのバス乗り場がまだバス乗り場だと思ってるわけですね。だからこそタクシーでバス待ちしていて、初め私新しいバス乗り場に行ってくれって言ったらね、電車の駅だろ、おそらくね、バス乗り場から電車の駅まで行く人がいるんでしょうね、結構ね、昔バス乗り場だった時は、電車の駅だろうって感じでね、初め分かってないんで、バスだよって言って地図見して、やっぱりね、なんでこいつバス乗り場からバス乗り場行くんだろうみたいな感じでバス乗り場に行きましたね。バス来なくなってるしね、乗客減ってるんで気づきそうなもんなんですけどね、まあ気づかないっていうのがこれまた海外あるあるというか、そういう形なんですね。当然分かんなきゃおかしいこと分かんないやつがいっぱいいるというのがね、海外でよくある、話です。で、まあこのバス乗り場にね、行って無事、ナザレ来ることできましたと言うならね、大したことないんですけど、続きがあります。まずね、このバスターミナル、新しいバスターミナル行くと、掲示板にどこ行きのバスっていうのが書いてあります。で、今回はね、リスボン行きのバスに乗って、コインブラで途中下車してナザレに行くわけなんですけど、12時発のリスボンバスがね、1個だけ表示されてるんで、まあまあこのバス乗り場に行くんだろうなと思って、そのバス乗り場で待ってました。そしたらね、なんか、コインブラナザレなんたらかんたらって言ってるんですね。何って思って、そのバス乗り場に行ってみたらですね、なんか
バサいるんですね。でも、リスボン行きじゃないんですね。リスボンって書いてないですね。おかしいなと思って、まあでもリスボン行きのバスのとこで待っていて、で、バスの運転手にね、これ、コインブラ行きだよねっていう話をしたら、あ、違う違う、コインブラ行きあそこだよって言ってね、そのリスボンって書いてない、電光表示掲示板に書いてないバスを指さしたんで、まあ、そのバスに乗りました。ね。電光掲示板があるのに電光掲示板に表示せずね、直前にアナウンスだけで案内するっていうのはかなり分かりにくいアナウンスだと思うんですけど、まあ多分ね、リスボン行きのバスにずらって並んでた人のうち何人かは同じ、ミスというかね、同じ風にこれこのバスでコインブラ乗り換えだなと思ってたはずなんで、何人か乗り損なってるはずです。現にね、私の前後でも私と同じようにそのバスを乗り換えた方いますからね。その後の長い行列の方も全部行列終わるまで待ってたわけじゃないんで、まあ乗り損なった人いるはずです。ということでね、海外のサービスは分かりにくいというとこまでと思いきや、さらにもう一個続きがありますね。今度ね、バスの荷物積み込むときにね、みんなが積み込んでるとこいっぱいになっちゃったんでね、バスの運転手が反対に詰めと、反対側に詰めろと、ね、いう話をしました。まあ、コインブラナザレって言ってね、ああ、そう、ああ、荷物いっぱいだから反対側詰めてよって言ってました。で、反対側を詰めて、で、ナザレに着いたらですね、その、自分の荷物が取り出せないわけですね。途中に壁があってね、自分の荷物の側が開かねえから、まあ、開けてくれよとね、あと何人かいた、まあ、何人でしょうかね、まあ、ポルトガル語じゃなくて英語を喋る人と一緒に、行ったわけですね。そしたら、なんでお前らこっちに積んでるんだと、ね、こっちだって言ったろうみたいなね、なんでわざわざ反対に積んだんだと怒ってるわけですね。まあ、荷物の積み込み指示した人とね、その怒ってる人が別とかね、別な運転手でその事情分からずその運転手が怒ってるんなら話は分かるんですけど、まあ分かるっていうかよくある話なんですけど、まあその運転手自分でね、反対に詰めって言っときながらね、自分で怒ってますからね。まあさらに言えばそこで怒ったところで何の解決にもなんないんで、さっさと開けろよって感じなんですけど、まあ怒ってると。で、これね、3つとも全部もう別になんじゃそらってね、日本だとね、まあどれか1個でもクレーム間違いなしって感じですけど、まあ海外だとザラにあることです。で、アマゾンでもこれ実際よくありますね。別な担当が言った通りにしたらね、なんでお前そんなことやってるんだって文句来たとかね、受け取り個数が間違えてるんでね、それに対して質問してたとかね、いろんな、まあ日本だと当たり前のことをやってアカウントを停止されてる人結構います。だいたいね、間違いを指摘すると、プライドを傷つけられたという形でね、怒る人が多いんで、まあ、間違いは指摘しない方がいいです。で、じゃあ間違い指摘しないでどうするのって言ったら、基本的には間違われないような運営をするっていうのが大前提ですね。で、間違った時は、ね、どうしてももうこれは正さないとまずい時だけ正すと。いうふうに注意しないと、日本の感覚で使うとね、もうあっという間に退場させられますし、そもそもね、退場以前に売れるアカウントを作る段階にたどり着けない人が多いんで、まあやっぱ、アマゾン輸出ね、正しく使えば、儲けやすいというかね、儲かりますし、他の方法と比べれば簡単に儲かりますけど、ただ今言ったようなね、サポート周辺の周りの人、アマゾンの人、それからね、無料で情報を発信してる人、まあ金取っときながらね、サポートを、まあ、丸投げしちゃってて役に立たないサポートしてる人、まあうよいよいますんで、まあテンバーアカデミーのサポートを受けずに稼ぐことはちょっと難しいのかなというふうに思います。まあ今年の10月からね、オーストラリアアマゾンで物販開始という、もう非常にもう儲けやすいの分かりきってるというようなね、チャンスもありますんで、この機会にアマゾン輸出始めてみてはいかがでしょうか。まあ、本日までね、アマゾン輸出のサポート会員募集してます。ここをクリックして、で、募集内容を確認してください。今、アマゾン輸出始めれば、オフィスアマゾンの開始とともに、がっつり稼げる可能性が高いです。まずは、どんなサポートなのか、ね、
どれぐらい稼いでる人がいるのか、まあ何をする、どんなサポートをしていくらぐらいかかるのか、まあその情報をここをクリックしてチェックしてみてください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。